役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。誰が早く終わらせよう。夜が更けました。人狼の方は行ってください。こんばんは、お願いします。はい、こんばんは。どうしますかね、占い師とか。あ、どうしましょう。いや、結構自分苦手なんで、できれば出ていただきたいなと。あ、気楽で、好きなようで、出ても出なくても。はい、します。はい。お願いします。まあ、適当でいいよ。出なくてもいいし、出てもいいし、どっちでもいいよ。適当にやって、勝てたら、ラッキー方式で。あ、出なかったらいいよ。適当にやっていいよ。誰も死にませんでした。うん。狼の時は手を抜くのが、人のゲームだから。のプレイヤーこんなのに時間使うべきじゃない、狼なんかに。はい、よろしくお願いします。村人陣営、特にしようございません。まあ、場面に関しては、霊能が2周目ぐらいでいいんじゃないですかね。はい。まあ、霊能は方向精査しないと思ってるけど、圧倒的な差がついた時だけは決めとおうかなって思ってますかね。まあ、それが基本的に釣り切ります。はい。まあ、基本的に単体精査していこうかなって思っていて、まあ、この位置だから、釣り位置上げられるかは分かんないけど、まあ、せめてでも白位置ぐらい、自視点の白位置ぐらいは提示したいなって思ってるかな。まあ、だから、まあ、印象に触れてほしいっていうか、持論を述べてほしいかな。なんか持論だけで結構わかると思ってるから、なんか、まあ、それ狼でも言えるやんっていうかもしれないけど、進行論上で狼が明らかに不利な進行論ってあると思ってるから、まあ、それを言ってる人物って比較的白いかなって思ってるし、まあ、ある程度印象論とか、まあ、それも精査すると思ってるけど、1周目の段階下でそんな印象論って何でも言えると思ってるから、基本的に持論の方が1周目は精査していきたいかなと思ってますかね。はい、まあ、それくらいです。はい、丹羽さんどうぞ。2番のプレイヤーが発言します。ブラビットジェイでした。そうですね、確かに一瞬目っていうのは印象だけで進んでいくかなと思ってた。色付けっていうのはこの位置だし、私も難しい位置だと思って、一番さんに色をつけろって言われても黒要素を拾えてないから黒いとは思ってないんだよね。だから印象は悪くはないけど、いいとも言えないコメントだけど、だってわかんないんだもん。一番さんがどんな人物かっていう、どういうことを続くかっていうのはさ、2周目次第で一番さんの色っていうのが、判断できるのではないかと思うし、まあ、そうだな。ただ、一番さんが、1周目のトップバッターを引いて、スラスラ喋ってるなっていうところは、良かったんじゃない?そんぐらいしかわからん。霊能にしようになった場合は、私は釣り切る。申し出で、ね。だから霊能精査はしないから。ついてきてください、そこは。3番のプレイヤーが発言します。はい、一周目お願いします。村人陣営でしたってことでね、一番さんから振っていきますね。まあ、一番さんについてはもうね、圧倒的な差があるときだけは霊能を精査して、まあ、霊能はするけど、まあ、決め打ちもするって言ってたんですけど、まあ、そこに関してはちょっと意見が違って、自分はね、霊能は絶対に釣り切ります。2周出た場合は必ずもうどんなに片方が白くても絶対釣るってことだけ言っておきますね。その点に関して2番さんと意見同じですって感じですね。1番さんについてはその、まあ、なんだろうな、持論述べてほしいって言ってて、明らかに狼に不利なね、進行してる人って結構色落ちるっていうかさ、なんか、村目線なんじゃないって言ってたんですけど、なんだろうな、仮の話なんですけど、まあ3番がその狼に不利な話をした時って1番さん目線で白く映るのかなっていうところがすごいちょっと疑問に思いましたね。だから1番さんの色って落ちてないですね。2周目1です。まあ2番さんについてもそうですね、まあ、1周目色付けって言ってたんでね、自分でも言ってたんで、2番さんの色も落ちてないですね。はい、2周目セサ頑張ります。4番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営、特に印象ないです。このまま印象ないないで言ったら議論が発展しないと思うんで、無理くり印象付けします。1番さん印象良くて、2番さんが印象悪い、3番さんが印象悪いって感じですかね。俺の持論言うんだったら、なんだろうな、例えば2、1、2番面とかで一角してる役がこういう進行、例えばカリドから詰めます、今日は占い師から詰めますって進行を濁そうとしてる人、まあ役の強さにもよるんだけどね、そこを濁そうとしてる人物は俺ちょっとごめんけど黒く印象悪く見えちゃうっていうか、もう黒く見えちゃうかな。で、熱動とかを拾っていける村だったら全然勝てると思うから、熱動だけが全てじゃないけどね。だからみんなに熱動とかをしたら、すぐ
突っ込める耳を持っといてほしいかなって、ちょっと上から目線で申し訳ないんだけど、それをしてちゃんとしっかりしてほしいかなって思ってるぐらいです。印象悪い点は2番さん、分からない分からないでこのまま行くんだったら、そのままその戦法をずっと続けるんだったら、ご覧のこと印象クソ悪いままずっと進むんで、ちょっと2周目期待かな。2、3番さんに対しては以上です。5番のプレイヤーが発言します。占いです。9番白把握お願いします。まあね、4番さんのね、そう言ってんのすごい良かったと思った。1,2,3 って言って、あ、なんもねえなこれと思ったら、4番さんがね、なんか強引にでも1番印象いい、2番3番なんとかって言ってたし、それはすごい良かったなと思ったな。まあでもそのくらいそのくらいですよ。はい。でね、俺ねすごい提唱したいのは、あのね、騎士潜伏なんですよ。でね、騎士の潜伏が透けてしまったと思ったら出てください。もしくは、釣り位置とかに上がったら出てほしいんですけど、できるだけ潜伏、これね、いろいろメリットが、乗っ取りあるじゃんとかっていうやつ絶対いるけど、そのね、デメリットを差し置いてもめちゃくちゃメリットあるんですよ、実はこれ。で、なので僕は騎士潜伏を提唱します。ただ、これ出た方がいいなと思ったら騎士は出てください。はい。で、そうだな、初日って黒いとこがあったらそこ釣るけど、あー、ダメだ。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。私も4番さんと同意見なんですよね。うん。うん。そうなの。4番と丸々意見は一致はしてないかな、やっぱり。うん。1番は決め打てる要素があれば決め打つって言ってるけど、2周で決めてる要素って出てくるんかなって、その1で。って思っちゃった。うん。で、2番3番は、ノーシローランみたいなことを言ってた。うん。3番は、そのぐらいしかわからんかった。で、2番は、なんで1番は、1周目では色落ち、真剣に2周目で色落ちするのかなって。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、6番さんね、まあ、発言は聞いてるんじゃないのかなっていう印象は受けましたね。うん、発言は聞いてるなとは、まあ、1番はそう決め打てたらって言ってるからね。うん、ただね、3番が言ったどんなに白くても鶴だったら、もうどんなに白かったら残していいんじゃない、死んでいいんじゃない、うん、どんなんだったら、で、その人死んでみて、じゃあ、その場合って、まあ、占いはどうなんだろうね、うん、と思いますけど。そういったら残して、もうそこを新進行にして、その人の色を見ますとかでいいと思うんだけど、俺、そんな白いっていうてこう、だったら、蒸らしてた方が多くと思うんだけどね、と思ってますかね。まあ、4番さん結構ね、まあ、まっとうなこと言ってたなとは思いますよ。うん、まあ、2番さん2周目ちゃんと話してくれないですか、そこそこ色落ちてる村だと今、とこ思ってるんでね。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、1番、3番が霊能の考え方が違うってことでしょ。決め打つ人と、まあ、追い切る人。まあ、それで6、7も割れてるってことでしょ。6番は1番に、7番は、3番にって。4番は、まあ、色付けした人なんでしょ ?2、3、黒いって。2番は2周目の人。まあ、1番もだけどって感じなんだよね。いや、わかんないよ、これ。このままだと、平和村になって。7、7、1、3、6とか、なんか単純なラインとか見えてくるけど、単純なね。わからないっす。まず、2周目。精査します。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあ、片白をもらってますけど、まあ、後から出てくる占い師が、まあ、どうも死んだろうだっていうふうには思ってますね、やっぱりこういう状況は。はい、まあ、なんでもう一人出てくるっていうふうに思ってますよ。まあ、二人出てくるかもしれないですし、三仕様だったら、ね、ローラーするだけ。はい。それでいいんじゃないでしょうか。1番のプレイヤーが発言します。はい。圧倒的人外値が3と7だと思ってる。はい。2番も占い師ね。
九城ですか。九城ですか。109角城か。よかったよかった。圧倒的陣外値が3と7だと思ってましたね。3番に関しては、例のどんなに決め打てる盤面かでも決め打たないと完璧陣外値。例の、あ、ここは強陣はないなと思ってるから。あ、待って。ごめんね。8番3騎士ね。ごめん。打てなかった。8番3騎士で、ね。これでいいかな。いいかな。だから今日 3と7の、あ、でもな。7番の良かったところって6の発言しっかり聞いてるんだよね。よくあの発言しっかり取れたなって思ってるから、そこだけ7番評価できるから、どうしよう、もう騎士も出てるんだったら、俺方法一本しての3番でいいと思ってるんだけどな。村視点は4と6、100% 村視点が4と6だと思ってるから、今日、ラン視点なら3と7のランをしたいんだけど、どうしようかな。じゃあ、俺3番指定するから、2番と5番さんも1本ずつ縄指定してって、あ、でも8番さんがいいのか。ごめん。じゃあ、俺が一本3番さん指定するから、8番さん1本直してほしいから、そことそこの欄にしようか。俺の段階下で3番の2周目って聞けないから、2周目でめちゃくちゃ白くなる可能性があるから、とりあえず3番指定はしとくから、8番さんがもう1本してほしいね。その欄でいこうかな。じゃあ、そこの2つの欄でいこうかな、今日は。今日はちょっと、オナニープレイじゃないけど、私たちに縄をください。自視点で4と6がすごい村に見えていて、7番も、まあ、6番の点だけはすごい村っぽいなって思って、でもそこ以外の点でね、3番へのツッコミは良かったと思ってるんだけどね、だったら私はそうだったら決め打ちますっていう発言が欲しかったなって思ったの。霊能視点はね。だから、まあ、7番そこまで黒いと思ってないけど、どちらかというと俺3番釣りたいから、俺は3番1本してしますね。はい、8番さんも1本縄ください。縄。2番のプレイヤーが発言します。潜伏した理由っていうのは2番目の位置で、なんて言えばいいのかな。2番目の位置だって最初の方だったから様子見たかったっていうのもある。で、潜伏しました。9番さん、白な、9番白な。で、5番さんも9番さんに白を打ってきてたから、どうなんだろうな。遠方中を書こうとして言ったのかなって思ってるんだけど、5番さんの位置で出てきてるってことは、私は3と4のどちらかに5番さんがもし人狼軸で考えた場合、3と4のどちらかに相方がいるんじゃないかと思ってるから、別に3本1本して、全然飲めると思う。でも私は4番さんの方がおかしいなって思ってる要素を拾っていて、4番さんって、私は1番さんがトップバッターでスラスラ喋ってて、そこは印象良かったんじゃない？色はわからないけどって言ったの。で、2周目に1番さんっていうのぐらい考察して色落ちしてくるんじゃないのって話をしてて、そこの何が文句あんのって話だし、色落ちることについてなんか言及されたんだけど、色落ちなし、ずっと色落ちなしっていうことはないと思ったから、別にグレー考察してくれるんだろうなと思ったから、発言伸びてたからね。トップバッターの位置で。だから色落ちんじゃないのと思っただけだから、ただ予想しただけだからね。感じかな。その4番さんの方が引っかかってるんだけどな。3番さんって、ほぼ私のことを、なんだろう、同調位置というか、別に悪い気はしてないんだけどね、1番さん私。だから、こっちつながるの4じゃない？ 3 番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いしますってことでね、占い師、白崎、もろもろ把握しましたって感じですね。まあ、霊能について言っておくと、霊能は絶対自分釣り切りますね。その7番さんが白かったら別に残してもいいんじゃないって言ったんですけど、全然白い霊能が人外とか普通にあると思ってるし、村目線で霊能の決め打ちってそもそもできないと思ってるんですよね。まあ、ちょっとこれも言うとなんかね、メタ発言になるんであんま言いたくないんですけど、絶対霊能にもね、スキル差ってあると思うんで、普通に考えて絶対真でこいつ偽だろうと思った方が真とかって絶対あると思うんで、霊能2周はもう必ず釣り切れますっていうのはこれ自分の進行論ですね。3番の進行論ですね。で、ちょっと気になったのは5番さんで、5番さんって4番さんがいい。4番さん結構いいよねって言ったんですけど、5番さん目線結局じゃあ、3、1、2、3をどう見せたのかがね、言及がなかったところにすごい怪しいなと思いましたね。4番さん目線も結局、2、3黒い、2、3印象悪いって言って、じゃあ3の印象悪いとこはどこですかってとこも4番さん上げてなかったし、って感じですね。でも、その9番さんがさっき、後から出てくる占い師の方が芯上がるわって言って、なんか2番さんが出て、9番さんに白打ってるのがちょっと不自然かなって、なんか、あんま自然な流れじゃないなって思ってるとこもちょっとありますね。でも現状5番さん、まあ確かに1周目の、グレイチってね、確かにまあ、なんだろう、色落ちしないでね、終わるかもしれないんだけど、5番さんが一切触れなかったのが、すごい気になってるんで、占い師では現状2番さんを死んでみますね。釣り位置ね。だから別に、結局7番さんとの霊能の意見の違いだから、別にそれで7番さんが黒くなるわけじゃないんですよね。だからなんだろうな。結局じゃあそこで、じゃあそうすると上げなかった 4番さんってことになっちゃうんですけどね、自分の釣り位置は。はい、以上です。4番
のプレイヤーが発言します。あ、もうごめん、後半1には多分触れられないから言うんだけど、2番さんね、じゃああなた今言いましたよね、1周目の時に1番さんのこと印象いいと思ったんですよね。だったらはっきり言ってくださいよ、印象いいって1番さんのこと。そういうところなんですよね。うん、そこを濁してるあたりが印象悪いな。で、3番さんに対しては、そこに乗っかってる、また色落ちさせてないから印象悪いなっていう、それだけです。はい。で、3番さんに5番さんにそこの、1、2、3、4の色落ち求めるんだったら、あなたもじゃあ1周目の時に落としとくのが筋だと僕は思うけどな。5番さんにそこをって、なんて言うんだろう、求めるんであれば。3番さんも1周目もそれができてないのに、5番さんにそれを求めるのはどうなの？だからそれだけで新名が下がるっていうのはちょっとわかんないな。3番さんの言ってる論がわからないです。で、2番さん、俺のことが印象悪いってなら、6番さんも必然的に印象悪くならない。6番さんってほぼほぼ俺の便乗位置だで。なんで6番さんに全く触れないの？ 6 番さんからはヘイト買いたくなかった？ 6 番さんからは新名に見てほしかったですか？うん、俺3でいいと思うけどな。3番の今5番さんに求めた答えは、3番さんが1周目からできてないから、それは不当だと僕は思ってる。うん。で、2番さんのことはもう、それぐらいです。はい。だったら1周目から1番さんのことは印象いいで、歯切れよく言ってくれたけば僕も印象良くなってましたよっていうことです。はい。まあ、それになんか反論があるんだったら、明日にでも僕が生きてれば聞かせてください。はい。9番さんに一つ引っかかってるのは、占いが、隠しろだけどね。占いが出てくることが大前提だったよね。そこが引っかかってるぐらいです。はい。まあ、でもこの人強人なんで、まあいいんじゃないですか。はい。俺は今日3しかいけないです。今の5番さん殴りが不当すぎだからね。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい。結論から言うとね、7釣りですよ。俺ね、これね、理由は1点のみ。発言の始め。ね、話し始めの時に瞬瞬があったんですよ。この瞬瞬は俺見逃さないよ、俺。あ、瞬瞬つまり迷いね、迷い。7番のね、発言始めの迷い。絶対取れてる人いると思うけど。じゃあ絶対7番ね、黒落ちるよ、これ。うん。で、4番さんはすげえなんか向きになってて、ね、3番も言ってるけど、3番、4番って釣り位置に上がってたじゃない。だ3番っていうのはね、対抗っていうかこの釣り位置に上がったら4番叩く要素。で、俺にも言ってくるわけで、同じことしか言ってないから、4番と5番って。だからそれで向きになってんのかなって思ってるよ。2番はローだと思ってるから。27だと思いますよ、俺は。うん。その1点のみ。まあ、6番がちょっとふわってたとか、なんか、あ、うーとか言ったのはよくわからん。わからん。だけど、このね、初日の1周目って、迷いとか違和感、ここってね、すげえ大切。わかる？ 3 番4番どっち釣っても多分ね、わかんないからね、7番釣った方が俺はね、いい。7番なんか、絶対黒だよ、こんなの。って思ったよ、俺は。どうでしょう？ 8 番さん。あ、9番ね、強靭の可能性があるから、9番には求めない。8番さん、どう思いますか？はい。そのくらいかな。6番のプレイヤーが発言します。そうかな、7番ってそんな迷いあったんかな。だったら7番の迷ったことを明確に言葉に言語化するべきなんじゃないかな、村のみんなに伝えようと思ったら。うん。で、そういうこと言うから占い師の先生がちょっと迷っちゃった今、うん、それがなかったら、私2番にしてやと思ったよ。うん。だってさ、明らかにおかしいじゃん。霊能騎士出てからの、占い師休止ろ、でしょ？占い師出てきて。しかも、ね、休止ろカーブしてきとるでしょ？グレイチ広めたい人狼しか思えないんだけど、って思っちゃった。うん。そうなん。そうなんだけど、ね。さっきの5番さんのいただけないね。ちょっと発言で5番さんの芯もなくなっちゃったかなって思った。うん。別に7番さんに迷い感じんかったけどね。うん。で、4番は相変わらず白いと思ってるから村はじきしております。うん。私、
1番さんが一本指定で3番行くって言って、2番が3番飲めるくないみたいなこと言っとって、4番に。7番のプレイヤーが発言します。まあそうですね。今日全然3と7のランでいいですよ。僕も全然3番行きたいなって最初思ってたんで。はい。まあ6番さん言ってますね。6番さん村だと思いますよ。やっぱ拾ってます。5番さんって俺何が迷いがあったの？どこの発言が？私はスラスラ言っていますが、それだったら8番以降で指摘が出るんじゃないですか？ 7 番さん、あなた迷いがありますね、と。で、あなた5番さんね、6番さんに対して、ああ、うーとかだったら、そっちの方が6番を叩くべきじゃないですか？なぜ私なんでしょうね。はい。意味がわかりません。なので、現状5番さんからそんな熱動が出てくるんで、2番さんが真に見えますね。はい、って言ったら3番さんに関しても2周目はもう弁明俺の進行ですって、いや絶対霊能2人的白かったらどんなに白かったら村は残すでしょうね。その人新進行って普通なるでしょうね。はい、3行きます。8番のプレイヤーが発言します。うん、そんなのランでいいんじゃないですか。1番が3番7番って言ってるから7でいいんじゃないですか。うん、その初めの通り3と7を、まあ3一本って言ってるけど7も入れて、まあ、7にしたらいいじゃないですか。うん、7番がそれに言ってるから、うん、いいんじゃないですか。投票結果見たらいいんじゃないですか。うん、まあ難しいですねこの試合ね。まあとりあえず3、7のランしましょう。9番のプレイヤーが発言します。まあ、3番って1番さんに喧嘩売ってくるから、売ってるから、なんかなさそうなんで。うん。好きなとこはいいと思いますね、俺は。3番以外で。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石。私はただの石。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤー3番の遺言を発表してください。はい、ってことで、まあ別にそうですね、霊能で別に喧嘩打ったつもりはまあ全くないんですけど、いや逆になんで霊能残せるのかが分かんないんですけどね。7番さんっていうのは普通に、いや霊能釣り切るでしょ普通に考えたら、西洋になった場合って。それ残した方が偽だったらどうするんですかって話なんですよね。だからそれこそ逆にPPK にはしてないってことなんじゃないかなって普通に思ったけどな、別に。はい、まあそうですね、まあ日が2日目になればね、場面って動くと思うんでね、村頑張ってください。はい、以上です。夜が更けました。人狼に人狼のかただの石。私はただの石。私はただの石。最後終わろう。最後終わろう。うん、いやもう3番は捨てられるのは規定路線で3ならって言った。3番外すのも変だから。まあいや、まあ3番が意見おればいいと思って一応7人は入れたけど、困んないだろうね。占い師用してやるし、普通にいれば。昨夜は1名の方が亡くなりました。78番の陣ゲーム終了。村人陣営の勝利です。え、8が人狼なの？あららららららら、ごつんです。8番さん、すいません。俺、3番さんのクルーズを提示するの忘れてたけど、まあ、3番さんって、狼が弱い進行論言うだけで白くなるのって、それって、自ら、なんか臭いなと思ったし、それ言うだけで、一貫性なくなっただけで、そこって黒い位に提示されるから、そこだけで決めれるんだよ、1日目はっていうことで伝えようと思って、7番さんばっかにフォーカス。